はい、ピカちゃんです。今回ですね、今日発売されましたこちら、大乱闘スマッシュブラザーズ4任天堂スイです。買ってまいりました。今回こちら開封していきたいと思います。今回はこの大乱闘スマッシュブラザーズ4任天堂スイですと開封していくわけなんですが、この動画と同時に、フィールドスマッシュの実況もアップしておりますので、ぜひそちらもご覧ください。いくぞ。裏はこんな感じになっています。いつでもどこでも大乱闘、任天堂オールスターが夢の激突。探索モード、フィールドスマッシュ、アイテムを集めてキャラを強化し、ライバルとの最終戦へ、これ、同時に、実況としてアップしてますんで、ぜひご覧ください。自分好みのファイターにカスタマイズ、必殺技や能力をカスタマイズ、カスタマイズしたキャラクターは、冬に発売されるウィー版でも使用可能ということです。それでは、中身見ていきたいと思います。それでは、オープン。いいですね。中には説明シートが入ってます。すごいね、これね。すごいっすね、これね。ほら。見てください。見てください。基本アクションの、操作と、あとキャラクター紹介。キャラクターの必殺技も紹介されています。今回、ブラックピットなどの隠しキャラ、ゲームを進めることに出てくるんですが、その隠しキャラの必殺技は載っていません。そして、こちらがソフトです。開けていきまーす。おー、いいですね。ついにね、スマラがね、僕のものになりましたよ。それでは、DS を起動します。いいですね。それでは、始めます。ちょっとメニューだけ見てみましょうか。オープニング。初めてスマブラ 3DS を起動した。おー、大乱闘スマッシュブラザーズ4ニンテンドー 3DS。来ましたね。おー、すごい。すごいね。うん。はい、これが大乱闘。使えるキャラクターはこれくらいなのかな。うん、月光画とかも使いますね、新キャラクターので。あとインターネットとフィールドスマッシュとしていろいろな遊びがあります。この動画と同時に、フィールドスマッシュの実況もアップしておりますので、ぜひそちらもご覧ください。ということで、今回ここまでです。ご視聴ありがとうございました。